中原市民館1階にある川崎市民活動センターで8月23日、絵巻を使った昔話の読み聞かせ、音絵語りの講演と体験会が行われました。音絵語りとは、手作りの絵巻を壁に写し、歌や楽器の演奏に合わせて行う中原区で発祥した読み聞かせのことです。見ている人が絵巻と一緒にお話をこう進めていくところを体験できるっていうことが音絵語りの魅力になっていると思います。お話を一緒に味わっていただいたり、中にいるような気分になってもらえたらなっていうふうに思います。今回の体験会では、子どもたちにも演奏で音絵語りに参加してもらおうと、空き缶でフクロウの笛を作りました。ポイントはストローの位置。よく音が出る場所を探します。あれ？本当のフクロウの声みたい。早速、音絵語りの上演です。轟の森に住んでいるフクロウは、コア、チワと組を組んで森の中を子供の顔に飛び回っていました。上手かけてとっても楽しかった。身近なもので作れるので、それなのになんかフクロウの声が表現できてとてもすごいなって思いました。見て聞いて楽しい音絵語りの体験、次回は11月28日に行われます。伊良山のふもとにある人形劇団ひとみ座で8月18日に親子夏祭りが開催されました。この夏祭りは人形劇団ひとみ座が地域の子どもたちに夏の楽しい思い出を作ってあげたいとの思いで開催され、今年で23回目を迎えました。会場では紙で作った魚釣りや割り箸鉄砲など懐かしの遊びが用意され、子どもたちを楽しませていました。祭りといえば楽しみは模擬店。焼きそばや焼き鳥などの出店も用意され、会場には香ばしい匂いが広がっていました。またステージでは横浜を拠点に活動する人形劇団ザ・トントンによる劇が披露されました。会場全体が一体となり大盛り上がりでした。近所でこういう催し物が あるとすごい助かりますね。あまり子供小さいんで、あんまり遠出とかできないんで、ね、子供が楽しむお祭りというか、お店出していただいていろいろ楽しめました。この日は400人以上が訪れ、夏祭りを楽しみました。7月21日から8月26日の間の毎週土曜日に、平間銀座商店街でサマーフェスタが開催されました。このフェスティバルはサンバにライブ、スポーツチームのイベントなど、その日によってさまざまな催しが行われ、延べ6万人以上が訪れる平間銀座の夏の風物詩となっています。この日はストリートミュージシャンフェスタが行われ、会場内にある3つのステージでアーティスト12組による演奏が披露され、会場を盛り上げていました。
いや人が思いのほかすごく多くて、でもすごい熱気があって楽しいです。地元密着というか知ってるお店の人がいろんな店を出してるんで、なんですかね、親しみがあっていいんじゃないかなと思います。いろんなものがあって楽しかったです。何が楽しかったですか？ヨーヨーとか輪投げやったのが楽しかったです。こういうのをできるだけ継続して、それでまあ悪いところとかそういったものを少しずつ少しずつ言われても直すところは直してできるだけ継続していきたいというのが我々の目標なんです。この日は会場に1万人以上の人が集まり、夏の夜のひとときを楽しんでいました。高津区との境にあるせせらぎ遊歩道あずま屋付近で8月18日に灯籠流しが行われました。テーマは地球の平和、地域の安心、祈りを込めて。市民団体が毎年お盆の時期に行っています。これやっぱり地域の方たち の, コミュニケーション、交流の場所となるように、こう、新しい街づくりですよね。要するに私たちは子どもの頃に近所のおじいちゃんおばあちゃんたちとこう育てていただいたように、私たちは今度そのお手伝いをするように子どもたちを育てていきたいと思っているんですね、はい。灯籠は参加者の手作りです。もともと灯籠流しは亡くなった人の魂を弔い、お盆の添え物などとともに川や海に流していましたが、近年では平和への願いなどを書いた灯籠を流す夏の風物詩となっています。この日はトランペットによるステージショーも行われ、訪れた人を楽しませていました。日暮れとともに灯籠流しの始まりです。今年は500人以上が参加し、それぞれの思いを込めた灯籠を川へ流しました。子どもも楽しく参加できて幻想的で楽しかったと思います。どうかな、灯籠流しやってみて。面白かった。ゆったりと川面を流れる灯籠、平和への思いが一層深まった一日となりました。